表示案は、中華民国の軍人。国民軍出身の国民革命軍軍人で、日中戦争などで、日本軍と何度も激戦を繰り広げた。字は青ぐの。旧名は、時代。最初は、学問を志していたが、1912年3月に、母兵に応じ、左字備え歩軍、第二英長を務めていた、兵局省の下で兵士となった。以後、 兵玉省に随従して各地の戦闘に参加し、表置案は軍港をしばしば上げた。1920年、兵玉省率いる第16混成旅が第11市に広務編されると、表置案は学兵衛長に昇進している。1924年10月の北京政編でも、表置案は軍港を上げ、国民軍において衛隊旅び長に昇進した。 九百二十六年春に、表玉将が、せっか批判を受けて、下付け、他の北京政府軍に包囲、攻撃される。この際に、表置案は、永代旅を率いて粘り強く抗戦、国民軍の西北方面への撤退にも貢献した。同年九月、表玉将が五原受け死を行い国民、貫禄軍総司令に就任すると、表置案は市長に、昇進、十二月には、 西安に移住した。1927年1月、表智安は陸軍大学特別判断1期生として入学する。同年中に終了して部隊に復帰すると、表玉省と小介石の対立は激化しており、表智安も反生戦争を戦うが、中原大戦の敗北により降伏を余儀なくされた。その後、表置安は相鉄源に随従して、 長学竜配下に再編され、第29軍軍長となった、総の下で、第37師師長に任ぜられている。1932年8月、チャハル省警備司令に任命された。1933年1月、日本軍が山海間へ向けて進行を開始し、総鉄玄率いる、第29軍はこれを迎撃することになる。京治安率いる、 第37市は3月9日に、君根口へ到着16日まで日本軍と激戦を繰り広げて、これを撃退することに成功した。この軍港は国内世論の喝采を集め、京地安は国民政府からも聖典白日勲章を授与された。なお、同年5月に京局省がジャハル民衆公日同盟。1935年4月、京地案は、 陸軍中上区組を授与され、さらに、ロザン軍艦訓練団にも参加した。1936年、被殺政務委員会委員長の任務に専念する層に、変わり、京地安が、河北省政府主席に任ぜられた。またこの頃から、日本軍との交渉が負担となる層に変わり、京地安が、第29軍の軍務を取り仕切ることが多くなる。1937年7月7日、 六甲橋事件が勃発すると、表示案は直ちに指揮下にあった第37市に、迎撃と遠平の死守を指示、しばらくはよく守った。しかしそう鉄源の防衛方針が一貫しなかったことなどもあり、第29軍全体としては組織だった防衛を行うことができなかった。結局、7月28日に、第29軍副軍長通林閣と、第132市市長、 長のボルーは、南円で戦死。そう、氷羅第29軍幹部は、北平から補填に逃れ、敗退した第29軍の再編に当たった。まもなく、第29軍は、第1集団軍に再編され、総鉄源が引き続き総司令となり、さらに、氷治安は、副総司令兼前的総指揮、第77軍軍長に昇進した。9月に、日本軍が、 津浦線北段に進行してくると、表事案はこれを迎撃する。間もなく、僧が突然休暇を取ったため、氷が代理僧司令を務め、約1ヶ月の戦闘を実質指揮することになった。10月、僧は第19軍団軍団長に昇進している。しかし、この頃になると、僧の迷走する指揮や姿勢に、僧は激怒し、ついには病気療養を名目に開封に、 引きこもってしまった。翌年3月、総が第一戦区副司令長官に移動したため、ようやく兵は部隊に復帰、対日戦の式を再開している。まもなく、兵治安率いる第77軍は第5戦区に移り、国民軍時代の同僚である、孫連中や長寿中、宝兵衛軍と共に、助手方面で日本軍と戦うこととなる。同年8月、部下、 長と兵が率いる第33集団軍は1939年5月に随夏目、1940年5月夏目よ海戦に参戦したが16日に長が戦死する。長は最前線に赴く直前に工事をすべて兵に託しており、兵浜もなく公認として第33集団軍総司令に昇進、偽将で日本軍と激戦を繰り広げた。 その後も、表治安は、湖北省西部を中心に、日本軍を相手に戦い、1944年冬には、第六戦区副司令長官に昇進。その翌年6月には、中国国民党中央観察委員に選出された。しかし、表の軍港や検診にもかかわらず、蒋介石は、国民軍出身の表を軽視し、損耗する第33集団軍への補給を、 ほとんど全く行わないなど、差別的待遇を加えている。そのため、長治中時代は三考軍だった第33、集団軍は、1944年冬に至って、日中戦争終結後、表治案は、第3水税区司令官に任せられ、徐州の東北に駐留する。1948年8月、徐州総費総司令劉置を補佐する、副総司令に任せられ、 中国人民解放軍を迎え撃った。しかし戦闘の最中に、兵廃下の2万の軍勢が起義を行ったことなどもあり、国民党側は大敗を喫してしまう。兵は竜に対して、自ら罪を申告し、悲免の上で南京に護送された。蒋介石は、性望のある兵を処分することでの悪影響を恐れ、罪に問わなかった。翌年1月、 今日は軽六位警備司令部副総司令に任せられ、南京を防衛する、四角を補佐したが、間もなく国民党軍は敗退した。兵治安は、台湾に逃れ、国民大会代表、総統府戦略顧問、大陸幸福設計委員などを務めている。1954年1月9日、台北市にて病没。去年59、万57歳。死後、 陸軍上将位を追蔵された。ありがとうございます。